谷啓太です。6歳です。誕生日は7月28日です。啓太、合格おめでとう。頑張ってますよ、パパみたいになりたいって。今日前橋の病院から電話があったの。話したいことがあるんだって。取り違えって。本当に啓太は私たちの子じゃないんでしょうか。なんでこんなことが今さら。こんにちは、流星です。啓太です。 100% ご両親が交換という選択肢を選びます。犬や猫ならともかく。でもなんで気づかなかったんだろう。とりあえず週末だけってことで始めてみますか。何せ血はつながってるわけですから、そのことが実感できれば。お父さんとお母さんって。なんで。そのうち分かるようになる。なんで。なんでだろうな。なんで。先に伸ばせば伸ばすほど余計に辛くなりますよ。このままってわけにはいかないんですかね。全部なかったことにして。二人ともこっちに譲ってくれませんか。金で子供買うんか。あ、啓太があなたほど優秀じゃないのが最初から信じられなかったんでしょ。啓太、それでも血のつながってない子供を